ねえ、知ってる？トイレの花子さんの噂。3階のね、トイレに花子さんの幽霊が出るの。知ってる知ってる。そこで3階ノックして、花子さん、遊びましょうって言うと花子さんが出てくるんだって。っていう噂があるんだって。気にならない？幽霊ね。私は信じてないけどね。僕も信じてないよ。ビビリはビビってるだけでしょ。幽霊って意外と可愛いんだよ。何それ。いや、だって私霊感あるし。え、そうなん？あれ、言ってなかったっけ。いや、しょお気の毒に。幽霊なんて遭遇したらぎょっ。ほんと独特なビビり方してら。でさ、今日の放課後行ってみない？まあいいけど。僕は遠慮しておきます。あんたは絶対参加よ。よし、決まり。てかさ、遊びましょうで花子さんが出てきた後ってどうなるの？確かに噂はそこで終わってるんだよね。トイレの花子さん、ちょっと調べてみるか。ここら辺だったはず。あ、これだ。トイレの花子さん、誰もいない学校のトイレに出る幽霊。ん？お祓い方法？なるほどね。これは持っておこうかな。すいません、これ借りたいんですけど。はい。ん？おかしいな、これ学校の本じゃないみたい。はあ。いいわ、これあなたにあげる。古い本みたいだし。え、いいんですか？ありがとうございます。うん、大事にしてあげてね。はい、ありがとうございます。よし、誰もいなくなったね。なんか探検みたいで楽しくなってきた。早い、まだ何も始まってないから。うわぁ、なんと暗いね。うわぁ、楽しみだな。花子さん、友達になれるかな。幽霊と友達になるなんて嫌です。死んだらあんたも幽霊だけどね。でも、花子さんのことを調べてみたんだけどね。猫か。ちょっと戻ってこい。よし、気づいたみたいね。うわ、さすがに怖くなってきた。じゃあ行くよ。花子さん、遊びましょう。何も起きないね。あれ、おかしいな。遊びましょう。なんでトイレの花子来てんの？ほんと同じだ。あの本、本物だったんだ。え、それってどういうこと？いいやー。ちょっと、何してんの？ちょっと。何して遊ぶ？可愛くね。ああ。
さんはみんなと遊びたいだけのただの陽キャなのよ。遊ぼう。マジ？でも幽霊は幽霊同士で遊ばなきゃいけないのよ。は？花子さんは陽キャだけどね、すごく恥ずかしがり屋でパンチラで成仏するのよ。パンチラで成仏？アンゲラレオール！おりゃあ！やったー！あー、ちょっと！あー！おりゃあ！はい！76不思議。いや多いって。これ始まっちゃったんじゃない？始まっちゃったみたいだね。どうしたどうした？タミカネっぽりしてる。何も見えなかった。花子ちゃん、ごめんなさい。ちゃんとシカちゃん、シカちゃん。